ダニエレパデッリは、イタリアレコ出身のサッカー選手。ウディネーゼカルチョ所属。ポジションは GK。2004年に UC サンプドリアに加入。2005年、セリエ C1 の US ペルゴレッテーゼ1932へレンタル中にプロデビューを果たした。2007年1月には、イングランドプレミアリーグのリバプール FC へ、レンタル移籍。2007年5月13日に行われた。 チャールトンアスレティック FC 戦で、プレミアリーグ初出場。キャリア初の一部リーグデビューとなった。しかし、ホセ・マヌエル・レイナからポジションを奪えず、契約通り半年で退団した。その後は、中堅、カイクラブを渡り歩き、2013年に、セリエ A の鳥の FC へ自由移籍で加入。2013から14シーズンには、ジャン・フランソワ・ジレのポジションを奪い。 全38試合に出場しクラブの7位アに貢献。しかし2015年にジョーハートがレンタル加入するとポジションを奪われた。2017年7月3日、フアンパブロカリーソが退団し、第2次 k が不在になったインテルナツヨナールミラノと2年契約を結んだ。イタリア代表として世代別代表に選出され、 2014年8月にはアントニオ・コンテ監督によってイタリア代表に初招集された。ありがとうございます。